はい、どうもネガです。じゃあ今回もロストワールド 3S やっていこう。グリヒールゾーン3。憎たらしい動物どもを忠実なメカに変える、見事じゃろ。こいつらを使って一気に決着をつけてやるわ。ネズミごときに大層な作戦だな。理解できたのか。お前さんたちの出番も用意してやる。それまで黙って言うことを聞くんじゃな。今度こそソニックともお別れじゃ。くだらん、ネズミ一匹敵ではない。俺様が出るね。やりたくてうずうずしてるんだ。構わん、遊んでやれ。ただしやりすぎない、適度に泳がせる。やってるよ、やってるぜ、キューソニック。さて、エッグマンのライブ、どうである。ということで、ゾーン3へ来ましたよ。いて、このクリスタルみたいになんだ。これ割るとアイテムとか出てくるの。そんな感じっぽいな。お、スパークバリア。なんだっけ、どうやって使うんだっけこれ。使い方よく合ってないんだよね。説明書もちょっと見たんだけど、なんか結構簡素な説明書で全然書いてなかったんだよ。よし、スピンダッシュ、あれ OK、 こうか。よし、まあ慣れてないけどね、操作。あ、ガンガン進んでいこう。こうジャンプしないとダメだ。うわ、なんだこいつ。 OK。 もうなんかグリーンヒルに似てるよね。うん、このウィンディヒルゾーンっての。まあ、このステージちょっとサンセットヒルみたいな感じなんですよ。おっと、ボス。これ Wii U 版と同じかな。あれ、ちょっと攻撃違うぞこれ。これはどうすればいいんだ。避ければいい。 OK。攻撃しできなくない。ジャンプするこれダメ。どうすんだこれ。あ、避けるだけでよかったんだ。壁を登ってる時に Y ボタンでスピードアップすることができる。ただし登ってる間スピードアップ1回しかできない。なるほど、1回しかできないんだ。 Wii U 版だと何回でもできるんだよね、こう壁登ってる最中に。で、これでジャンプして登りすると OK。 まあ、これは大体 Wii U 版と似てる、こう壁ジャンプみたいな。やべ、ちょっと寝起きだから声が悪いかも。あれ、戻されちゃうこれ。どうすりゃいいんだこれ。 OK、 戻されちゃうっぽいね。頑張って壁登ってこうやっていかないとダメなんだ。へえ、なんか CDS 版の方がなんか若干難しい気がしますね。うん、 Wii U 版より難易度はちょっと高い気がする。こう実際パート2でゾーン3までしか行ってないもんね。 Wii U はもうパート4まで行ってんだっけ。あれ、パート4っていうかゾーン4まで行ってると思うんだけど。あと、なんだろう、結構長いよね、ステージが長い。やべ、捕まった。 CDS 版のはステージが長いってのもある。よし、
ジャンプ、ジャンプ、もう一度、OK、OK、これで OK、よし、ボス、ついたな。よければいいだけでしょ、これ。また攻撃してこないの。これでジャンプ、次はジャンプだ。オッケー。で次は何してくる。あ、これ投げてくる、奥から。オッケー、あぶねえ。で、まだ来る。これの変な地球みたいな、何この月みたいな気になったんだけど、これ何なんだろうまあゴールになったら多分ゴール近くでまたバトルするんだろうな。多分ゴールの時計は普通にダメージ与えることができると思う、 V1 みたいに。どうなんだろう。 OK、あ、ダメだ、やばい、これ死んだか落ちちゃったよ。よし、登って、うわ、いて、これなんだっけ、ジェネレーションズもいたよね、このキャラ、このテントウムシのロボット。ジェネレーションズとソニック1にもいたよね。やべ、いて、ソニック1っていうのはメガドライブのやつなんだけど、で、このおなじみの敵キャラスピナ、こうアドベンチャーから結構カラーズまで出現してたりね、してたりするやつ、結構おなじみのキャラがいるんだ。そこら辺ファンには嬉しいよ。どうせいいんだ、これ登れなくないどうやって登るんだ、これ。え、ちょっと待って、これマジ登れなくね、登り方わかんないな。一旦戻ってみようか。あ、やべ、うわ、時間がなくなってきてるよ。とりあえずあそこどうやっていくかだよな。もうちょっとためないとダメだ。 OK、 ここで上行って、あ、やべ、また落ちちゃったよ。 OK、ここだよな。どうやって行くんだ。ああ、なんか違うとこ来た。これで合ってるかな。いて、いやらしいとこに配置してんな、もう。よし。やべ、これ落ちたんじゃね、これ落ちたよ。難しい、これ 3DS 版本当にやりごたえあるな。やべ、あー、またやっちまった、これくそー、きつい、これここもうラジコン絶対使わねえぞ俺これやるアジコンアシストみたいな感じでね、これ本当に難しいんだけど乗り移りなくない。これこのまま落ちちゃうか、あえて下ルートもあったよね。頑張れ、 OK、 これでチェックポイント来た厳しいな。で、こっちに乗り移って、もう一度乗り移って、ラジコン攻撃してくれんだね。うん、まあ、そういうアシストがついて嬉しいのはいいんだけど、このラジコン結局落ちちゃうじゃんって話だよねこれあって落ちた意味ないからさ敵キャラ攻撃してくれるのは嬉しいけど、あんまり意味ない、ね、やべ、どっちだこれ、左からか、ん、登れないぞこれ、頑張れ、 OK、 で右行って
右行ってジャンプ、ここは大ジャンプ。うわ視点変わるんだ、きついな。フォーミングアタック、お、すげえ。もうちょっとこれぐるぐるしすぎで、ジャンプジャンプ、オッケー、来た、ようやくボス来た長かった、かわす。次多分これ転がしてくるんだろう。次ジャンプ、こうバウンダータックでかわしてみるか。あーダメだった余計なことするから。あれラジコンがなくなってんだけどボスでは使えないんだね。奥から来る、よし、そろそろ本体来てもいいんじゃないか。まだ来る、あれクリアかな、お、クリアしちゃった。 Wii U 版と違ってなんかこれボスと戦わないのかな。スペシャルステージ行くしかないでしょこれ結構難しいんだよな。というよりこの環境だからな、ニセトロキャプチャー使ってるからきついかも、余計に難しい。普通にあれば結構いけるんだろうけど、はいはいはい、とりあえず R でブーストで L で止まると。どんどん取ってこう、 OK 慣れてきたんだ。あのなんだろう、あのなんか変なビリビリは多分ダメージ受けるんだろうな。やべえ画面見えねえこう画面を後ろに向けてこうやって傾けなきゃいけないから厳しい。これ OK、 どっちだ、こっちか。これアクト1より簡単なんじゃないか、スペシャルステージアクト1より。どうなんだこれ、また増えたりする。こっちであと2個、あと1個はどっちだ、裏って書いてあるけど、これ回れね、こっちかじゃないと。 OK あっちだ、あれ取ったらエメラルドがゲットできるかな。なんかまた増えそうな予感がする。おお増えたやっぱ。で右、これ逆側から OK。 なんかこれ5個ずつになってて結構取りづらいぞ。よし一気に2つずつ取ってあった、今回効率がいいんじゃない。よしあと一つ、これ取りたい、無理か。あれ取っていこう、この虹色なんだこれ、得点倍増すんのか、ちょっとよくわかんないけど。あこれ5ポイントなんだね。黄色は何ポイント、これ黄色は1ポイント、赤は1ポイント、あの虹色のやつだけ5ポイント取れると。あと3つのはず、どこだ、あったで、こっち行ってこれ取りたい、 OK あと1個これだ、あと100個、残りきついな、90秒、これマジきつい、足りるかこれ時間。よし、あまり取り逃さないように ゆっくりやっていこう。あー取り逃しちゃった、この変な磁力バリアみたいのは引き寄せてくれるから早く行った方がいいかもしれない。よしで裏にあるのがこの虹色、 OK 全部取ってやった、真ん中取っていこう、このリングの。よしタイム増えた、なんとか助かったか俺。であとあれで、あと何個だ、5個、どこだ、あそこにある、
間に合うかこれ。これ多分最後だと思うんだけど、40秒しかない。あとギリギリいけるかいけないかの瀬戸際。ゴール来た。あとは1個エメラルド。いけいけるいけるいける、これ絶対いける。クリア来た。いやきついな。てかこれでエメラルド2個ってことはステージ数あと何、あれどうなんだろうね。これワールド何個あるんだろう。よし、ゾーン4が解禁されたと。ボスか、これゾーン4じゃ ないんだね。 Wii U 版ゾーン4あるけど、スイーツ版ここでボスが来ると。 OK。 ヘイエッグマン、いよいよ観念してお友達に相談か。ねえ、友達じゃと。まあ紹介してやろう。クエスラはエッグマン6機種、わしの最強の部下じゃ。さあず、こいつが貴様の敵じゃ。さっさと叩き潰せ。言われなくてもやってやれ。さっきから戦いたくてうずうずしてる。マヌケなロボットと同じ匂いがするぜ。てめえ俺様に言ってんのか。さあね、上等だ。許さねえ。さてわしは忙しいんでな、あとは任せたぜ。ボコボコにしてやるよ。ついてこいや。オッケー、じゃあ一丁遊んでやるか。さあボス戦。ただ一応戦ったことあるから。あれ全然違う。地獄を見せてやる。なんだこれ。うわ、円球のステージでバトルするんだこれ。月の形の城ロボなんだあれ。へえ、なるほどね。とりあえずこれどうすればいいんだこれ。攻撃オッケー。フォーミングアタックもう一回できる。オッケー。でもう一度攻撃できる。どんどん攻撃しちゃおう。もうこれ Wii 版と全然違うね本当に。オッケー、攻撃もう一回攻撃。どうだ。やべ、攻撃オッケー。もう体力少ないじゃん。あと1回倒せるかこれ。痛い。オッケー、あと2回ぐらいで倒せる。オッケー、割と余裕だったボスは。あ、これもしかしてまだある。あ、逃げちゃった。よし、これでクリア。S ランク来た。マテリアルゲット。調子はどうだ。大丈夫か、テイルス。今までに比べれば楽勝だよ。この前も爪楊枝一本でコンピューターの修理に挑戦したんだ。そっか。それに比べたらいつも触ってるプロペラ修理ぐらい朝飯前か。わお、心配した俺がバカだったぜ。バッチリ元通りじゃないか。でしょ。行こう。ああ。これ次デザートルインズかな。どうなんだろう。お、新しいエリア来ましたね。砂漠デザートルインズ。まあでも今回はてかこうスリースマの実況はここまでにしようかな。そうだな、残り Wii U メインでやっていくんで。で、何やラジコンなんか映せるらしいんだよね Wii U に。だからそこら辺もちょっとやってみたいよね。まあということで、まあご視聴ありがとうございました。